ましたよ。平野純さんです。ハウディードゥー。平野純さんですか。イエス。あ、なんだ、日本語できるのであるんですか。はい、西尾です。川松英二郎とは中学時代の親友だよね。そう、あいつは哲学やりたくて大学行ったけど、俺音楽好きだったから音楽学校でクラシック。今はジャズ。あんまり大きな声で言えないんだけど、俺全然吹けないんだよね。立ってるだけで金になるから。ああ、すいません、上に上がって話してませんが、はい、出発します。はい、英二郎から預かってきた手紙。そうなんだ。仮の世田谷の家族は空襲で行方が知れなくなっていてね、毎日の時に議論に頼まれたもんだから。あいつ捕虜だったんですか。私は日本人捕虜の教育係だったんでね。あの、日本では捕虜は全て戦死扱いになってるんですよ。それは彼が知っていた。だから私が日本に行くって言ったら、何人かの捕虜は自分が行ってることを家族に知らせてくれってね。父上様、母上様、私は曲がりなりにもともかく生きています。